ドアーズドアーズ2007ドアーズ2007とは TBS 系列で2007年9月23日に放送されたゲームアトラクションバラエティ番組である2005年2006年から引き続き司会は元日本テレビアナウンサーの福沢明芸能人チームリーダーはナインティナインが務めるドアーズシリーズの第3弾前回のドアーズ2006も好評だったため2007年も 放送される。平均視聴率17.5%と検討。今回は再びインドアに舞台を戻し、東京都江東区の東京ビッグサイトで戦いを繰り広げる。2008年の第36回国際エミー賞でリアリティ番組部門賞にノミネートされたが受賞を逃している。TBS アナウンサー5人がインタビューを行う。 50音順2005.2006で模様されたアトラクション。新エリアが設置された。ウォーターボート高さ7メートルの地点からサーフボードで斜面を滑り、ジャンプ台から飛んだその勢いで、長さ18メートルのプールを星座の状態で渡りきる。落水したら、失敗。ドアドアインパクト高さ約9メートルの穴の開いた、巨大なドアを連続で2枚をすり抜けることができれば、成功。 ドアにぶつかると失敗。2005に登場したドアーズインパクトとほぼ同じ。ローリングサボテン高さ3メートルの場所で回転する丸太をバランスを保って通り抜ける。ただし、サボテンのトゲのように丸太に多くのボールが刺さっているので、それらを避けつつ進まないといけない。落下したら失敗。後に同局のスポーツバラエティー、サスケ第29回大会と、 第30回大会にヘッジホックとしてほぼ同じエリアが設置された。ファイブハンマー一本橋を横切るように左右に揺れる5つのハンマーを避けながら橋を渡り切る。サスケにかつてあった五連ハンマーとほぼ同じもの。ロープエスケープあぐらを嗅いで座りながらボードに乗ってロープで高さ2メートル、角度15度の坂をよじ登り、頂上にあるボタンを押すとゴールとなる。 時間切れになると乗っているボードが強制落下し落水する。2006で催されたアトラクション。敗者がバンジーで飛ばされる。高さが前回の12メートルから8メートル高い20メートルになり、恐怖度が上がった。2005で催されたアトラクション。今回は失敗すると4メートル下へ落とされる罰ゲームが追加された。ウォーターバイクが行われた。 場所2006で催されたアトラクション。唯一、ビッグサイトの外で行われる。2005で催された、IQ バンジーを買い代、リニューアル。2005で催されたアトラクション。多くの障害が変更されて飛躍的に、難易度が上がった。2005.2006で催されたアトラクション。前回より10メートル高い、25メートルの高さから、ゲームに挑む。ありがとうございます。